最近おしゃれを楽しんでいる毎日なんですが、また可愛いものをね購入したのでご紹介したいと思います。まずはね、すっごく可愛いキャミワンピに出会ったのでご紹介させていただきたいんですけど、レトロガールっていうブランドのお店で購入しました。こちら、すっごいね可愛いの。私キャミワンピが大好きで、本当に私服ほぼキャミワンピなんですね。薄いグレーのキャミワンピ、なんといってもこの肩の部分にこのパールがねついてるんですよ。ちっちゃいのと大きいのがこう紐に通されててね、すっごく可愛いパールビーズ。ちなみにね、これは取り外しができるようになっているので、だからなんだろう、ちょっと甘めにしたい時はパールつけて、ちょっとこうなんだろう、落ち着かせたい時と言いますか、なんだろうねあと私身長が148センチしかなくてすごく低いんですね。なのでこのキャミワンピースはね、結構一番この肩紐のところ短くしても割とね足首がちょっとくるぶしがちょっと隠れちゃうぐらいの丈感で、ちょい長めではあるんですけど、夏でもいけるし、全然ねこれ一年中いける感じの素材感なので、すごくいい買い物をしたなって思います。それとあとまたレトロガールさんでこちらをね買いました。この去年から流行ってるのかな、スケスケキラキラテロテロのこんな感じのね、すごく透けるテロテロのこの長袖ブラウスを購入しました。薄いグレーなんですね。色の表記は、ラメシアインナーホワイトって書いてある。これホワイトなんだ。でもねホワイトじゃないかな、ちょっと薄いグレーのような、水色っぽいような気がします。このさ、メロメロってなってるこの首元と袖と裾もね、こんな感じですごい可愛い。こういうの1枚持っとくと本当に、まあ、キャミワンピースに合わせるのがすごくいいのかな。あとはカーディガンを羽織ったりとかしたら可愛いかなと思って、でこのキャミワンピースともすごくね色合いが合うんですよ。どっちもこう薄いグレーな感じなので、来たらきっと可愛いんじゃなかろうかという感じでね、私なりにコーディネートを組んで買ってみました。それでね、最近私アクセサリーもすっごく好きなので出会っちゃいました。買ってきました。これはねすっごく可愛いんですよ。すっごく可愛いの買ったの。作家さんのハンドメイドアクセサリーを取り扱ってるお店があって買いました。買ったの、一目惚れしてこんな、これはちょっと分かりにくいんですけど、これはリングですね。このかすみ草かな、ちっちゃいかすみ草が1個入ったこのね、パールがこう周りにぐるっと張り巡らされている、張り巡らされてるっていうか、なんて言ったらいいんだろう、そんな感じのリングを購入しました。すっごい可愛い。あともう1個ね、イヤリング買いました。もう一目惚れしちゃうとさ、買わずにはいられないんですよね、アクセサリー。このパール付きのイヤリングを購入しました。これも、指輪と一緒の感じで、なんかちょっとアンティークな雰囲気もありつつみたいな、すっごい可愛い。でニッケルフリーなので、指輪の方はサージカルステンレスっていうやつで、イヤリングの方はニッケルフリーなので、金属アレルギーが起きにくいっていう素材みたいです。私結構ねネックレスとかは金属アレルギーをたまに起こすんで、こういうの本当にいいなと思って。作家さんはねゆいさんっていう方でインスタグラムやられているみたいなので、ちょっと概要欄に貼らせていただきます。
ちゃ可愛い。ラッピングもすっごい可愛いんですよね。で早速試着してみたいと思います。あのね、最近私考えてることなんだけどね、アクセサリーをね作ってみたいんです、自分で。っていうのも、あのハンドメイドじゃなくて業者さんにお願いして作るっていう指輪をね作ってみたいの。私あの今もしてるんですけど、この指輪のおかげというか、この指輪がきっかけになってアクセサリーがすっごい好きになって、その前にあのYouTuber さんにハマって、その YouTuber さんのされてるアクセサリーがすっごい素敵だったからアクセサリーが好きになって、まあ、これを買ってっていう流れなんですけど、なんかアクセサリーってすっごいこんなに、なんだろうな、自分に勇気を与えてくれるというか、すごくこう自分の原動力になるですよね。ちょっと大げさかもしれないんだけど、私の場合この指輪をしてるだけでなんかすごくこう背筋がピンと伸びるっていうか、なんて言うんだろう、すごく前向きになれるから、なんかそんな気持ちになれるようなアクセサリーを自分でも作れたらいいなって思って、そうそうそう、だから最近調べてたんです、やり方を。その業者さんを探してみたりとかしててっていうね、あの夢の話なんだけど、結構本気でやりたいなって思ってて、だからよかったらあの作った時にはお知らせするのでぜひやだ、かわいい、めっちゃかわいい。ちょっとさ、カメラだと全然映らないんですけどね、これすっごくかわいい。かすみ草が埋め込まれていて、このベビーブルーのこのレジンの色合いがすっごく素敵です。うん、変な声出ちゃった。このさ、今日コットンワンピースなんてコットンワンピースなんですけど、すごくこう合う、今日の服装にもすごく合う、めっちゃ可愛いです。いや、すごい可愛い。それではイヤリングもね試着してみたいと思います。アクセサリーはね、私はすごく初心者なんですけど、皆さんはどんなアクセサリーが好きですか？例えばネックレスが好きとか指輪が好きとか。私は指輪がすごく好きで、その次はやっぱりイヤリングかな。作れたらいいなって思うんですよね。すごい上品だ。なんか本当にお嬢様っていう感じの。かわいい。めっちゃかわいい。このセットが本当にかわいい。あー、リーさんのアクセサリーぜひぜひ覗いてみてください。すっごい可愛いです。はい、という感じで最近の可愛いもの更新のお知らせでしたっていうのと、アクセサリー作ってみたいなっていうお話もしてみたんですけど、うん、なんかやってみたいと思ったからにはやってみたいなっていう気持ちなので、ちょこちょこ調べつつやっていこうかなっていう感じです。なんか今身につけているもの全部パールがついていて私パールすっごい好きだ。はい、というわけで最後まで見ていただいてありがとうございました。よかったらチャンネル登録とグッドボタンぜひお願いいたします。バイバーイ。